木村浅七二代、木村浅七十一月十日から1982年三月三日は、日本の実業家、政治家、衆議院議員、栃木県足利市長、幼名、安之助。栃木県足利郡足利町上都で、木村国三郎、滝夫妻の次男として生まれる。1898年祖父浅七の養子となる。 1913年東京高等商業学校を卒業した。1914年家業の輸出着の織物製造販売業に従事。1915年市場調査のためオーストラリア、インドなどに渡航。1916年祖父の死去に伴い2代、朝7を襲名した。木村工場を引き継いで事業を拡大。明治防石監査役、野沢屋輸出店監査役。 両毛正式監査役、日本輸出人造織物工業組合連合会、幹事、足利輸出の組合理事、人権織物工業組合理事、足利銀行取締役、気流機械工業取締役などを務めた。政界では、1917年4月、足利町会議員に選出され、 1925年3年から1945年12月まで足利市会議員に在任し、この間、市会副議長、同議長も務めた。1934年3月から1936年12月まで、栃木県会議員となり、同副議長にも在任した。1936年2月、第19回衆議院議員総選挙に、栃木県第2区から、 立憲民政党所属で出馬して当選。第20回総選挙でも当選し、その後、翼3議員同盟に所属し、衆議院議員を連続2期務めた。1945年12月、足利市長に就任。以後、1967年4月まで連続6期市長に在任し、戦後の市政発展の基礎の確立に尽力した。 1967年に第1号の足利氏名誉市民となる。1982年3月、急性心不全のため足利市の足利赤十字病院で死去した。ありがとうございます。